保存。 大丈夫ですか？生きてます？なんだ、寝てるだけですか？心配して損した。
起きた。誰が幽霊ですか？私はあなたと違って生きてます。さっき自分で生きてなんかいないって言ったくせに。まあいいです。それじゃ私はこれで失礼します。あなたこそ、どうしてこんなところで寝てるんですか？最初は死体が捨てられてるのかと思いましたよ。感じますね。それじゃ失礼します。関わってはいけない人に思えたので。自称いい人ほど信用できないものはないですね。遠目に桜が見えたので来てみただけです。そのキャラうざいです。やめてください。どうして桜が綺麗だと言っただけで幽霊扱いなんですか？ありますよ。山ほどあります。いいです。行きたいことは終わりですか？用がないならもう行きますけど。何ですか？早く済ませてください。なんで今更言うんですか、そんなこと。
一番最初に言ってくださいよ。最低ですね、あなたは。そこで一生死体やっててください。そんなとこにいた。ったく探しても全然見つからないしよ。フラフラすんなよな。
だろ。あたしは女。寝てる間知らないやつにエッチないたずらされたらどうすんだよ。アホか、止めろよ、助けろよ。は？自分だけ隠れ家として使うつもりとかありえなくね？私がもっと綺麗なとこがいい。だから私の低層がやばいだろ。ひっけー、こいつ超ひでー。おう、ユウ、若葉。生まれてこの方ずっと男だな。人の性別に文句つけるとか何様だよ。おうよ、さっきまで図書室で寝てた。でもクミちゃんに追い出されちまった。すげえいい夢見てたのにな。あれは絶対マサ夢だ。なになに、どんな夢？俺とユウの母ちゃんが結婚する夢。ユウとののかちゃんが泣きながら俺のことをパパって呼んで祝福してくれた。いや、可能性くらいは。チェ。熟女好きはマジ病気だよな。こないだ下級生の子に告られても断ってたし。違う、断ってない。あと30年したらまた会おうって言った。
年齢は？アラウンド50？どんな女子だったんだよ。学年は？マフラー？こんなあったかいのにか。色白で綺麗な忍者娘ってそんなのうちの学園にいるかよ。いないっつの。私は入学式に全員チェック入れたんだ。不良のやつがいたから単なる教育させといたぜ。それより忍者娘はどうすんだ。まあ同じ学園なんだしどっかで会うだろう。急げよお嬢。何言ってんの。あんたたちも来るの。今日は久しぶりに4人で一緒に帰るよ。つうかお嬢言うな。わかったよ、お嬢。うっさい。今度お嬢行ったら購買で何かおごらすよ。ほらほら、二人とも。わかったわかった。ほら、ユウ。ほらほら、行くってばよ。お嬢様。アクタ
ターと食べてたら遅くなってさ。そうですか。花咲様と芥川様、お嬢様のお相手をしていただきありがとうございます。ハンナのいない間はいつでも俺とユウで若葉の面倒は見ててやる。安心しろ、ハンナ。お嬢様を花咲様が一緒に寝ようと誘った。ほう、なら詳細をぜひ教えていただけますか。おい、何やってんだお前たち。早く帰ろ、急がないと門限になっちゃうから。わかりました。二人だけで話をしよう。逃げるなよ。